皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日はプチプラ多めで大人アップメイクをしてみました。私はね、こう春夏に着る黒がすごく好きなんですが、黒をね着る時って少し派手に見えたりとか強く見えたりしがちなので、私が黒いお洋服を選ぶ時に気をつけていることが、なるべくこれからの季節ちょっとやっぱ重たく厚く見えがちなので、こういう透け感のあるもの、これ結構透けてるんだけどどうだろう、見えるかな、透け感のあるタイプのものを選んだり、あとはまあタンクトップとかキャミソールとか少し肌見せをするんだけど黒でどこか引き締めるっていう、そんなスタイルが好きなので、お買い物するときにそういうタイプを選ぶようにしています。結構こう肌とのコントラストがしっかり出るので、肌はしっかりこう綺麗に作りたいんですが、作り込みすぎないように意識したりしているので、ぜひ参考にしてください。ラロッシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップの日焼け止め乳液化粧下地、こちらを全体的に塗っていきます。こちらはしっかりトーンアップ効果もあって SPF も 50PA4+ っていうことで、肌をねしっかり紫外線から、あとは PM2.5 とか、外的要因からも肌を守ってくれるっていうもので、敏感肌の方にも使いやすい処方になっているので、かなり人気あるアイテムだと思います。本当にね使いやすいので、これは次にのせるファンデーションも選ばずに日焼け止め下地かなと思います。でね、ちょっとプチプラを今日多めにしたいんですが、日焼け止めと下地はしっかり効果のあるものを塗っていきたいので、今日はこちらを塗っていきます。はい、これでだいぶちょっと私くすみやすい肌をしているんですが、しっかりトーンアップしています。フジコデュアルクッションナチュラルカラーを使っていきます。こちらはカバータイプとツヤタイプ2層に分かれているクッションファンデになります。本当にすごいものを作ってくれたなと思います。全顔に塗るってよりは気になるところにしっかりこう置いていくっていう感じでベースを作っていきます。全顔にねしっかり塗ってしまうと、こういう黒のお洋服着た時とかはいつも以上にしっかり感というかね、きちんと感が出やすいので、ちょっとあえてラフに作ってあげないと、ちょっとこう気合が入ってる感じがすごく出てしまうので、このちゃんと押さえたいところにのせて、あとはこう塗らなくていいところは本当にもうそのままトーンアップだけでいきたいと思います。はい、こんな感じでほぼカバータイプを気になるところにこう点で置くようにしています。で少しこう反対側にして、ツヤが欲しいところ、ここら辺かな、ツヤが欲しいところにこのツヤタイプを少しだけ入れていきます。このぐらい、エトヴォスミネラル UV パウダーペールラベンダーを重ねていきます。こちらのパウダーはラベンダーカラーなので、さりげない補正効果、透明感を引き出してくれるのと、ミネラルでできているので石鹸落ちするんだけど、まあいろいろ塗っちゃったのでそこはちょっと今回は石鹸では落とせないんですが、まあ、石鹸落ちするっていうところと、こちらのパウダー自体が SPF50PA4+ の効果があるので、お直しの時とかね、メイクってこう作っていくと中をこう足すっていうのって難しいんだけど、上に重ねる分には UV 対策できるので、持ち歩き用にもすごくおすすめです。はい、でね、私以前小田切ヒロさんとコラボした時に、私の肌とかちょっと着ぐすみ気になるんですっていう話をしていて、カラーコントロール何が一番おすすめですかっていうのを聞いたことがあります。でその時にヒロさんに教えてもらったのが、パープルを中にしっかり仕込むのは NG っていうのを教えてもらいました。 NG っていうのはパープルで肌補正して内側からこうグッと透明感引き出すと、きちんと肌に、端正な肌に作り込んでしまってるように見えてしまうので、例えばお着物を着た時、ドレスアップした時、そういう時はそういう風にこう作り込んだ端正な肌、綺麗な肌いいんですが、普段使いの時にしっかりパープルを作るのはミスマッチっていうのを教えていただいてから、今までね私くすみ飛ばしたいって思ってたので、結構内側に紫を入れるってことが多かったんですけど、それをやめてみました。言われてみたらそうだなと思って、今回のメイクとかもね、黒って結構しっかりしっかりきちんと感が出たりとか強いとか大人っぽいイメージがあるので、内側にグッと入れるっていうよりはこのぐらい上からさりげない補正ぐらいがちょうどいいかなと思います。
ぜひね、同じような悩みがある方、ちょっとこうカジュアル感足したいような方はぜひ参考にしてみてください。次はアイシャドウを塗っていきます。今日はすごくこう黒だけどしっかりメイクしてるように見えないように、抑えるところは抑えて抜くところは抜きたいので、アイシャドウはさらっとラメが強いものを使っていきます。エスプリークセレクトアイカラー NBE320 番を使っていきます。エスプリークのこのセレクトアイカラーがすごく優秀で、一色なのにね、陰影もあってすごく綺麗な目元が仕上がります。目頭にも入れていきます。これ一色だけでもいいんですが、さらに陰影を少し足したいので、同じエスプリークセレクトアイカラー NBR302 番、こちらをブラシを使ってピンポイントで際に入れていきます。目尻にも少しだけ入れていきます。はい、やっぱりね、一色で置くよりは少し影になって目元が引き締まる印象です。シュウエムラのカーラーでまつげをしっかり根元から上げていきます。ウズモテマスカラブラウンでまつげをしっかり塗っていきます。はい、今日はまつげを際立たせたいので、丁寧にこう一本一本まつげが目立つようにしっかり塗っていきます。で、ここで一本一本際立たせたいからといって、濡れているマスカラを重ねていくとちょっとボソッとぐちゃっとなるので、私は一旦このしっかりマスカラでベースを作って乾かしてから二度塗りしていきます。で、このぐらい乾いてまつげが形づいてきたら、もう一度調整しながら足したいところに足していきます。はい、まつげまで塗れました。で、この後アイラインをするかどうかっていうのは、きっと皆さんのまつげの量とか流れとかによって見え方が変わってくると思います。一旦ここでもう目元十分だなっていう方はおしまいにして大丈夫です。で、後半ちょっと目元の引き締めがもうちょっと欲しいなっていう方はアイラインを足していきます。はい、次にアイブロウです。マキアージュアイブロウスタイリング 3D60 番で眉毛を描いていきます。この一番淡い色を取って足りないところに足すように、私はきっちりこう眉毛をね、かたどってしまうので、なるべくこうかたどってないように見せるように、もう少しずつ本当にね、こうしっかり縁取りをするというよりは、足りないところを点置きで入れていきます。その上にこちらのちょっとピンクのこの色で明るさを上げていきます。はい、そして一番この明るい色でこのノーズシャドウを入れていきます。ビセリシェインスタントアイブロウカラー BR2 番、眉毛を染めるんですが、全体的に染めるというよりは、私はね、眉頭がしっかり生えているので眉頭だけを色を入れていきます。エトゥセリップエディションティントルージュ05番を塗っていきます。はい、このね、エトゥセのリップがティントなんだけど、すごい溶けるように伸びます。なのですごいこう滑らかで塗りやすいリップです。黒とか着ると結構唇赤とかにしたくなるんですが、もちろんそれはそれで私も大好きなんだけど、ちょっとこう落ち着いた印象が出るように、今日はブラウン強めのこういうカラーにしてみました。これね、ティント効果があるのでマスクの中に塗っても落ちづらいのでかなり優秀です。ローラメルシエブラッシュカラーインフュージョン05番を使っていきます。はい、チークね、プチプラコスメじゃなくて申し訳ないんですが、このカラーがこう大人っぽく、こうメイクを全体的に引き締めたいとき、ちょっと色っぽい感じにしたいとき、どこかをもう目元か口元を強調するんだけどチークを入れたいとき、まあ、そんなときにすごい万能チークなので、1個持ってるとすごく使えるのでこちらを使っていきます。かなり薄めに塗るので
全然減らないです。なのでこれずっと使ってるんですが、かなり薄くしてからちょっとつなぎの意味で本当に少しだけちょっとこう斜めに上げるように、ちょっと血色が立たれます。フーミーハイライトパウダーでこうしっかり高さを出していきたいところに入れていきます。特にここの目のここ、このここっていうよりはここにしっかりこうキュッと光を集めるように入れます。あとは鼻筋、はい、これで顔全体がまとまったんですが、アイラインを入れるかどうか、もしもうちょっと目を引き締めたいっていう方は全体的にこう上に引くんではなくて、この内側のアウトラインかインラインどちらかに入れるといいと思います。ビセリシェブラウンズクリーミーペンシル BR303 番グレージュブラウンを入れていきます。はい、そしてね、こちらのアイラインがかなり優秀で、全然落ちないです。長時間でメイク直しできない方とかにはおすすめです。ここことかに入れるとちょっと目がギュッと引き締まる感じになります。はい、仕上がりました。今全体的に自分が作ったメイクを見た時に、最初に入れたトーンアップをしっかり仕込みすぎて、顔が真っ白だったのですいません、シェーディングをしっかりここに入れてきました。あとは今日はラメが強めの明るめのアイカラーを全体的に入れたことで、目がいつも以上にこうぼやっとしやすくて、締め色そこまでしっかりしてなかったので、アイラインはもうちょっと足した方がいいかなということで、内側のこちらにもアイライン足してみました。でこんな感じでね、こう近くで見てメイクするときと、全体髪とかもセットしてジュエリーもつけて引いて自分を見ると見え方がだいぶ変わるので、一度全てを用意して引いた鏡で自分を確かめて少しずつ足すっていうのは、いつもやっていることです。こうメイクして終わりっていう方もしかしたら多いかなと思うんですが、一度ちょっと引いてみて自分をこう見てみるというのは大事だと思います。今日はプチプラ多めで黒いお洋服を着る時のちょっと引き算メイク してみました。ぜひ参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。